野翔信明。平成6年11月14日生まれ。千葉県柏市出身29歳。時は山部屋所属最高位は関脇。小学生の時から本格的に相撲に取り組む。入門時の師匠の膝の裏親方から。高校はいつでも行けるけど相撲は若いうちしかできない。徳土から中学卒業同時に入門。入門後の実績は？序ノ口は1場所12段3段目を覚悟場所で通過。17歳で幕下昇進。同い年の同期生に輝きがいたので。若手の注目は輝きだったが早くに番付を上げていた。17歳3ヶ月で幕下昇進。その後3段目に落ちる場所はあっても幕下に定着。ただ幕下に定着してしまい一進一退。平成28年に師匠が代替わりすると、その頃から一気に成長。平成29年11月22歳で新十両。しっかりと力つけてきたね。十両も比較的すぐに抜け出し平成30年9月新入幕。その後十両に落ちるも令和元年11月に再入幕を果たすと、一気に上位進出。令和2年9月は自己最高位の前頭筆頭で10勝5敗。小結を飛び越え関脇昇進一気に大関候補に名乗りを上げる。強くなってきたよね。ただここ最近は平幕中位に低迷。三役に上がった頃の強さが見えなくなってしまっている。まだ30歳手前で衰える年齢でもない。また上位に戻ってきてほしい力士だ。頑張れ高野翔。